はいどうもエッチャンネルのエッチャンでございます。今日はですね、来たる iPhone15 ですね、発売日でございます。私ついに買ってしまいました、こちら iPhone15。私はですね、今久々にちょっと iPhone を買ったんですよ。で 10S になるんですけど、私はその 10S からずっとその買ってなくて、でその後15に、いきなりですね昇進しました。はい、で今回はドコモの iPhone15 という形で、まあ、通常のものですね、256GB、こちらを購入いたしました。じゃあ早速ですね、ちょっと開封の方をしていきましょう。さあこちらでございます。いやー、やっぱ新しいって素晴らしいですね、これね。なんかすごいしっかりとしたね感じですね、この形状が。で今画面ってこういう風な白いシールが貼ってあるんですかね。まあ、これ、ね、早速ちょっと貼って早速ですね、ちょっと開けてみましょう。うわー、このペリペリがねたまらないですわ、これ。いい、うわ超真新しいわこれ、めっちゃいい。しかもなんかこれしっかりとしたこの持ち具合、このグリップ力がいいのかな、これなんて言うんですかこれちょっとねよくわかんないこと言い出してますね、ちょっと興奮しすぎて。でもこれなんか本当こう持っただけで、あなんかしっかりしてるなっていうのがわかりますね。なんか10から来てるから、10ってちょっと丸みがあるんですよ。で15の方はちょっとここら辺が平べったい感じなんですけど、さあ今回ですねちょっと変わったところがここ USB-C でございます。この USB-C なんですが、この USB-C はこちらちょっとね不思議ですよね。 USB-C 同士という形で、なのでアダプターですね、 USB の、通常の今まで使ってた USB のアダプターは専用で使えません。なので、専用のアダプターをまた買わなくてはいけないという形になってきますね。はい、でこのアダプターの AC の方は付いてませんので気をつけてください。で今回ですねちょっとこちらなんかね、ほんとこう布みたいなギザギザが入ってるんですかね、これ。なんかほんとしっかりとした断線しにくそうな、線でございます。はい、であとこちらが説明書ですかね。こちら説明書、あとピンですね、 SIM ピン、簡単説明書という形で、まあ、これはいつも通りのものでございますね。そして今回 iPhone のですね15、こちら 171g という、まあ、一番 iPhone の中で軽いと言われている、ものでございます。まあ軽いと言われているとか軽いですね。これかなりねやっぱり軽いですよ。携帯のサイズのちょうどいいのかわかんないんですけど、ここの角とか持てるんで、これ結構やっぱり軽さは持っただけで僕的にはわかりますね。もう 10S から来た人間にとってはこれ 10S なんですけど、まあもう全然重さが違うなっていうのは正直わかります。はい、やっぱりね軽さをね求めるっていうんであればもう15の方が絶対いいですね。僕はもう結構軽さって求めたいんで、まあ、どっちかというとその配信とか外配信したりするんで携帯が重いとですねちょっとこうなんていうんですかね、配信してる最中にこうクリッとかこういう感じになっちゃったりするんで、まあ、僕は軽い方をちょっと選んでみました。でそれではですねこれからセットアップの方ですね進めていこうと思います。あーこのアップルいいっすね。もう画面がこの時点で綺麗ですね、めちゃめちゃ。さあこちらこういう形でね、こんにちはとかまあいろいろな、国の言葉が書いてあるんですけれども、まあ、今回僕は初めてなんですけれども、どうやらなんですが、多分皆さんは知ってるかもしれませんが、 iPhone XS から来た人にとっては完全に浦島状態です。どうやらこの携帯同士で隣に置くと私の携帯のデータがこちらに移送するらしいです。こんなことあるんですか、一体こんなことありますこれ。それもちょっとね一度ちょっと動画で撮ってみたいなと思いまして、まあこんな撮る人いないと思いますが、いや画面がめちゃめちゃ綺麗。まあこれちょっといろいろね外観とかなんかこういう、アイコンがいろいろあるんですけど、まあちょっとあんまり変わんないですよね。テキストがちょっと少し中くらいなのかぶっといのかみたいな感じなんですけれども、僕は中くらいでいいかな。まあこういった文字もできるみたいですね。でこのクイックスタートでございます。こちらが先ほど言っていた iPhone を横にこう近づけるとそのサインインをして設定が実行できるということです。でちょっとね注意した方がいいのが、ちょっと LINE を使ってる人これめちゃくちゃ注意した方がいいと思います。
これはなんかあの店員さんに言われたんですけど、 LINE のバックアップをしていない方はちょっと注意をした方がいいですね。あのそのまんまバックアップしない状態で入ってしまうと LINE の中身自体が更新されないという形らしいんですよ。というのも横にこうやってつなげたことによってアプリは移送されます。ただアプリの中身は移送されないという形らしいので、なのでちょっと事前にそのアプリ自体にログインをするために実際 LINE のアプリにログインをしなくてはいけませんので、その LINE のログインをしてまあちょっと移送する手続きがあるんですよ。で一応ねあのバックアップは取っといた方がいいと思いますね。そのバックアップ方法も LINE のバックアップ方法も今からお伝えしたいと思います。はい、まずですねこちらのホームボタンを押してください。でそうするとですねここに歯車マークがあるのでこの歯車マークを押してください。そうするとここにトークのバックアップというものがあります。バックアップを押してください。そうするとこちらのバックアップが書いてありますので、まあできればですね、できれば毎回バックアップさせるようにした方がいいと思いますので、毎回バックアップできる設定の方にしてください。まあこちらの方にバックアップの頻度って書いてあるんですけど、これが毎日なのか3日に1回なのかいろいろ書いてあるんですけど、できれば僕は毎日の方がいいと思います。万が一携帯が壊れた時にこちらの方をしていただければ、壊れたとしてもトークの内容が消えることはないのでね、はい、で今すぐそのバックアップっていうところこちらの方を押してデータの移動をしてください。まあこれが結構トラブルあるみたいなんでここら辺はちょっと気をつけてください。それではですね早速ですねこちらの携帯、こちらは古い方の携帯なんですけど、新しい携帯を横に入れるとどうやらここで反応するらしいです。あれ反応しない？あれあれ今ここに書いてあるんですけど、この近くのデバイスを検索中って書いてあるんで、まあ しばらくしたら検索されると思います。はい、じゃあできましたね。こちら明日新しい iPhone 設定という形でロック解除して続けるという形でロック解除していきます。そしたらですねこのような画面になりますので、この画面をですねこの丸に合わせるみたいですね、こちら。はい、そしたら準備を開始しますと出てきます。で順々に、手続きを取っていくとこちらの他の iPhone のパスコードを入力という形 でパスコードの方をですね入力していきます。そうするとこのような形で iPhone を設定中という形 で新しい iPhone の設定を完了という形になっております。このまんまですね、しばらく、待つという形でございます。そしてはですねアップデートって書いてありますので、こちらの方をアップデートするような形になっていきます。で僕は今すぐアップデートの方を選んでソフトウェアアップデートしていきます。はい、こんな感じでソフトウェアアップデートダウンロード開始でございます。はい、徐々にね設定を進めてくるとこういった表示が出てきます。これはね 10S にはなかったんですかね、これはあったのかな、ちょっとわかんないんですけど、マスク着用時にフェイス ID を使用することができると、あとマスク着用時にフェイス ID を使用しないということで設定が両方ともできるんですけど、これあったら結構便利です。これもともとあったんかなちょっとそこがわからないんですけど、これはすごいなと思いましたね。顔認証の設定の後ですね、こちら転送を完了するまでもう一本の iPhone を近くに置いて電源を接続しておいて、予想転送時間3時間15分、結構時間かかりますね。まあ、一応これでちょっと続けていきたいと思います。はい、じゃあそしたらですね、まあ大体3時間、本当に3時間ぐらい移動までかかりました。普段はみんなこれぐらいかかるんですかね。結構ねお時間かかる感じなので、結構余裕を持って移行した方がいいかもしれないですね。で、LINE も無事に全て移行が終わりました。はい、結構 LINE でね被害者出てるんでね、これはね本当に気をつけた方がいいと思いますんで注意が必要ですね。先ほど説明したような形でやってみてください。こちらの iPhone の、15シリーズですね。ちょっと僕はなぜこの15を選んだのかっていうところですね。まあこれはですね基本的にはもうサイズでございます。私はちょっと、ね、手のひらでフィット感としては私は15が一番いいかなと思ってました。で、主なその15シリーズの違いっていうのはですね、大きさが2種類ありまして、で性能が2種類という形で4モデルがラインアップされているようです。で性能は実はそんなにね変わりはないそうです。
まあ、すごいアップル信者の方にとってはすごく性能は変わるでしょうっていう話になるんですけど、まあ、そこまでねこだわってない人、画質だったり写真とか、こだわってない人に関しては、まあ、あんまりちょっと変わってないんじゃないかなぐらいな感じで思ってしまうんですよね。サイズについては好みもあると思うんですけれども、まあ、大雑把に言うと片手で使えるか、うん、それか軽いこと、これが、これを優先するなら 6.1 インチの iPhone15 か、iPhone15 Pro の方がいいと思います。で、画面が大きいことを優先するのであれば当然 6.7 インチの、iPhone15 のプラス、 iPhone15 の Pro Max を選んだ方がいいと思います。ただしちょっとね、残念ながら昨年モデルに引き続きそのミニモデルは今年も存在しないと。私ちょっとミニがね好きなんで、ミニモデルちょっと欲しかったんですけど全くそれはなかったという形になります。 iPhone15 と iPhone15 プラスで価格差ですね、うん、まあ、それぞれ 3.5 万円ずつあります、はい、簡単に言うとですね、めちゃくちゃ簡単に言うとそんな感じです、まあ、約 3.5 万ぐらい変わるのかなっていう形で思っておけば間違いはないと思います。プロの方は金属フレームにそのチタニウムっていう新しいものを採用したそうです。これによってちょっと見た目が変わっていて、従来のプロモデルよりも軽量化されているという形でございますね、はい。まあ、具体的に言うとその iPhone14 Pro は 206g だったんですけれども、 iPhone15 Pro は 187g と約1割ぐらい、ね、軽くなってます。で、こちらスタンダードモデルなんですけど、こちらは 171g でございますね、はい、ですので、まだスタンダードモデルの方が軽いという形で、私が持っている、iPhone の方が、最も軽い、ものになっていきます、はい。で、チタン素材についてなんですけど、金属の中でも加工がちょっと難しいということで、工業製品で使うときはコスト高になりやすい、それによってちょっとお金が高いという部分もあります。要はカメラとかチップセットで、あと高性能なんだけれどもさらにチタン製で 3.5 万円という差があるので、それが欲しいという方であればプロに行った方がいいかもしれませんね。まあそんなにこだわりないよ、カメラチップセット高性能が別にいらないしっていう、でチタン製では別にいらないと、まあそれに 3.5 万円を払うなんてちょっとおかしくないっていうんであればちょっとやめといた方がいいと思いますね、はい。はい、あとはですね、こちら背面ガラス、この背面ガラスが少し変わっているということで、プロはブラシ仕上げというものでスタンダードは、ツヤ仕上げという形に変更されているそうです。まあ、ちょっとここら辺の、ね、違いがよくわからないんですけれども、まあツヤでもツヤ消しでもいいかなみたいな、うん、なんかそうあんまりちょっとこだわりないんですけど、そこは別にいいから安い方でという形で決めました。皮脂がその目立ちにくくなるっていう形になってますね。そこまでねこう触ってても確かに、うん、皮脂とかそういったものが目立ちにくいかなと個人的には思います。で、そのプロのカメラって、ね、かなりすごいらしいんですけれども、素人にはなんか微妙な感じなのかなっていう、まあさっきちょっと同じような性能みたいな感じで言ってしまったんですけども、プロのカメラはめちゃくちゃすごいんですよ。ただすごいんですけど使いこなせるかどうかは別問題になってきます、はい。まあ、カメラでいうと望遠カメラだったりとかマクロ撮影とか、そのプロモデルの限定機能となるものですね。まあ、このあたりの機能差は出てくるんですけれども、ただここの、カメラをですね、使いこなせるかということになってきます。まあ、例えばその望遠カメラはあんま使ってないし、メインカメラを受けるその2倍ズームのクロップズームが使いやすいから、じゃあ私はこれをやりましょうみたいな、そういうめちゃくちゃマニアックな人に対してはやっぱプロはいいと思いますけれども、やっぱりそれはまあ素人も私にとってはあんまり必要性がないという感じでございます。はい、まあ、めちゃくちゃ綺麗に撮りたいよって言ったとしても、ただ写真を撮っただけでは普通にこう、まあ、綺麗に撮れますけれども最高の状態で撮れるという状況ではないという形でございます。
ですので、でも私はこの、まあ、ニコンのカメラ、これプロの場合だと3つのレンズになるんですけれども、私はもう2つでいいという感じでございます。はい、であとはそのチップですね、搭載チップについてなんですけれども、 iPhone15 のスタンダードモデルの場合は、まあ、ちょっと、チップ自体がですね A16 という、チップを採用してるみたいです。 iPhone14 Pro に搭載しているチップですので、まあ、iPhone14 Pro と同じような性能を持っているというふうに考えていただければ結構です。つまり別に15じゃなくてもいいから、まあ15スタンダードクラスのチップだけでいいという軽さを求めないとか、まあそういったものであれば iPhone14 Pro で買った方が安いのかなと思います。性能自体は一緒みたいですね、大雑把に言うとですね。それぞれちょっと細かいことはあるんですよけれども、で iPhone Pro の方なんですけど、 A の17 Pro っていう形になるんですけど、まあ、簡単に言うとですね、まあ、Apple が公表する内容だと、グラフィック系と機械学習の処理性能が向上しているという形ですね。まあ、個人的にはね、そんなグラフィック性と機械学習の処理性能が向上してほしいと僕思ってないのでまあこれはまあ別にいいんじゃないかなと、うん、そういう感じですね。あとはカラーバリエーションでございます。こちらスタンダードモデルの方は、15のスタンダードモデルの方はカラーは豊富になります。で、プロの方なんですけども、カラーはそんなにないと、まあ、少し暗めの、iPhone の色の方が多いのかなと思いますね。まあ、それをちょっとこだわる人に関しては、まあ、僕はちょっとカラーはバリエーション多い方がいいかなと思ったんですけれども、まあ結局黒を選ぶんでね、僕は、まあ、これでもういいかなっていう形ですね。まあ、いろんなカラーバリエーションあるので、まあ、色でちょっと、見分けて買う人もいるんじゃないのかなと思います。はい、まあ、以上でございますね。本当ざっくりというんであれば本当こんな感じでございます。まあ、選んだ理由としてはこういった理由でございますね。で、まあ、僕がね一番感動したのは10から来てるんで、 10S が来てるんでね、もう 10S 来た人にとってはでも一番感動したのはこの読み込みの速度が素晴らしい。これ本当ね、5年ってすごいなって思いますよ。やっぱりその差っていうのが、ちょっとね見ていただきたいんですけど、もうこれだけでいいんじゃないかな、僕はもうこれだけで僕は満足ですよ。あ、じゃあこっちがですね、10S でございます。こっちが15になります。はい、じゃあこちらをですね、Yahoo Japan をね同時に開いていきたいと思いますんで、じゃあいきます、ゴー。もうこれですよ、すごないですかこれ。うん、はい、ということでございます僕は何が一番感動したいかっていうと、もうこれだけですね。まあ写真もまあ綺麗だなとは思いましたけれども、うん、まあいいと思いますよ確かにね。写真と、まあ、10と比べると、まあちょっと画面上だと分かりにくいのかもしれないんですけれども、まあ例えばこのペンですかね、このペンを写すとしたら、まあ、こんな感じですかね。こっちが、15、こっちが、10S なんですけれども、ちょっと分かりにくいですね、ちょっと光っちゃうか、こんな感じかな。まあちょっと画面越し上じゃね、ちょっと確かに広角になってるのかな、広角にはなってるなとは思いますけれどもね、うん、ここら辺は。まあでも綺麗ではあるんですけど、まあ一番感動したのは読み込み速度まあ10からね、僕正直なところ10からあの15まで買わなかった理由っていうのは、あのそんなに変わらないことが多いんじゃないかなっていうところで、まあでも予想通りやっぱり、あと何ですかね、うん、まあ軽さもそうなんですけれども、まあそこまでして変わらないのかなとは思いましたね。はい、うん、すごくディスってるわけではないんですけれども、もちろん性能いいんですけど、読み込み速度を速くしたいっていうんであれば明らかに15の方がいいので、そこだけ欲しいっていう人がいればもう買った方がいいですね。もう買いです。はい、ただ、読み込み速度はそこまででもないんだよな、今そうしてないんだよなとか、あとは画質もそんなに気にしないんだよねっていう人、あとは軽さもそこまで
ていう感じの方の場合はもう今の、iPhone でいいと思います、はい。まあ、結論はそういう形になってきますね。僕はもう10から来たんでもうかなりあの全然あの読み込み速度が違うのでもうサクサクなんですよ、はい。もうこれだけでもう大満足でございます、はい。ということで iPhone15 のですね、レビューでございます。率直に買ってああこれはいいなっていうところはあの今のところこれでしたね。まあ、これから1週間ぐらい使ってみたら少し違ったりするかもしれないんですけど今のところはまあ画面もあー綺麗っていう感じじゃなかったんでまあそこもちょっと含めですね、まあ一番感動したのは読み込みの速さでございますもうそれ一択です、はい。もうシンプルにという形でございますね、はい。もうちょっと難しい言葉はね僕はよくわからないんで、はい、使った、レビューでございました。よかったですね。この後まあ1週間ぐらい使用して、まあ良かったとこ悪かったところもちょっとレビューで、やってみようかなと思います、そのためにはですね皆さんあのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いろいろキャンプ動画もやってたりとかいろんな動画をアップしておりますのでよかったらですね他の動画も見てください。よろしくお願いいたします。そういえば一つ忘れてました。僕あの iPhone15 一括で買いました。一括でしか買えないと言われたんですよ。これめっちゃ気をつけた方がいいんですけど僕あの 2,3 週間ぐらい前にドコモ、au かドコモに変えたんですよ。でドコモに変えたんでそのドコモの今キャリアなんですけれどもドコモの携帯を契約がまあ 2,3 週間ぐらい前なんでまあ信用性がないということで今までずっと携帯貼り続けてたんですよ僕何十年も、はい、何十年も払い続けてたんですけれどももう会社のキャリアを変えたことによって信用性がなくなるということで、あなたは一括でしかちょっと変えませんってあなたどうしますかみたいな感じでちょっと店員さんに言われてえと思って iPhone15 が目の前にあるのに一括でしか買えないという状況僕はまあ一括で買いましたけれどもめちゃくちゃ気をつけてください。3ヶ月ぐらい経たないと分割ではできないということらしいのここはちょっと気をつけてください。騙されるな。